w, en, テンプレート、アタッチド KML, ハドソンストリートウィキデータにある、KML グローブストリートとクリストファーストリートの間のハドソンストリートトライベッカ内を走る、ハドソンストリート QNYMEX、ビルハドソンストリートは、ニューヨーク市マンハッタン港南北に走る通りである。南は、ハドソンストリートから、ハドソンスクエアとクリニッチビレッジを通過し、北は、 ミートパッキングディストリクトまでを走る。ハドソンストリートは、アビングドンスクエアの地点、八番街およびブリーカーストリートとの交差点で、進行方向が異なる2つの区間に分かれる。ハドソンストリートのアビングドンスクエアより、南の区間は北機の一方通行であり、ウエストブロードウェイおよびチェンバーズストリートの交差点から始まる。アビングドンスクエアの地点で、 交通は8番街と接続する。一方、アビングドンスクエアより北の区間では、ハドソンストリートは14丁目から8番街までを走る。14丁目の地点で9番街からの南行きの交通はこの通りに分岐する。14丁目のすぐ南の区間はミートパッキングディストリクトのメインストリートの一つである。アビングドンスクエアの地点で、ハドソンストリートは ブリーカーストリートと合流する。以前のニューヨークマーカンタイル取引所ビルは、トライベッカのハドソンストリートとハリソンストリートの交差点にあった。ハドソンストリート沿いの他の著名な建物は、セントルーク協会とその庭園、ホワイトホースタバーン、及びラジオ局、WQHT の本社がある。この通りはピアソンが所有する、ペンギングループのアメリカ本社の所在地でもある。 アップタウン M20 バスはハリスンストリートからハドソンストリートのアビングドンスクエアの地点までさらに8番街を北へと運行している。クリストファーストリートパス地下鉄駅はハドソンストリートのすぐ西のクリストファーストリートに一致している。キャナルストリート近くのセントジョンズパークはコランドトンネルへと通じる出入り口であり、ハドソンストリートはその主要なアクセスである。 2007年12月、自転車道がこの通りに設けられた。北の区間は9番街から、ブリーカーストリートをつないでいる。客中、ありがとうございます。